皆さんこんにちは。今日はあの炊飯器でねちょっと卵焼きがね美味しくできたんでねちょっと紹介したいと思います。あのアマチュア無線とねかなりかけ離れてね全然関係ないんですけどね。はい、あのこちらの炊飯器ねもう使ってなかったんですけどねいろいろねちょっとあのいろいろ楽しんでいるとかね、今日はね料理編でねあの卵焼きが美味しくできたんで、炊飯器であの卵焼きをね作るというねあのことをやってみました。はい、まあ、多分危険はないんでねあの、まあ、時間さえ見とけばね大丈夫だと思うんですけどね。はい、あの、まあ、ほったらかしはねちょっと危ないんでねあのしっかり時間を見ながらね。はい、あのこの炊飯器圧力釜じゃないんでね。はい、今これケーキ焼けてます。ケーキみたいに焼けてますけどね。はい、はい、表も、こんな感じでねこんな感じでちょっと割れちゃった。はい、こんな感じでね。はい、あの綺麗に焼けてます。あのまあ、卵焼きケーキみたいな感じなんですけどね。あのこれはねあの卵2個ですね。今ね卵2個です。お、まあ、普通のサイズかな。これにねあのめんつゆをね、かけてね、混ぜて、ケーキモードでケーキのねあのメニューでね、約10分ないな7分か8分ですね。ものすごい早いです。はい、あのあっという間にねできましたけどね。はい、こうしたね、こんな感じですね。はい、このままねあの食べれると思います。味付けはもうしてあるんでね。はい、味付けはねこの麺ですね、麺つゆですね。これをねこういう、醤油スプレーがね、まあ、これ100円ショップなんですけどねこれがあったんでねこれで、はい、あの卵これですね。はい、これちょっと昨日ねあのもうちょっと4個しかないんですけどね、昨日もすでに食べたんでね。はい、昨日も4個でねちょっとやってみました。10分弱でね美味しくできました。はい、これはあのちょっと金菜ね、なんか金菜感かな。はい、あのちょっとあの紅葉見に行った途中にねあの売っていたんでね道の駅かな。はい、それで加熱調理用って卵がなんですけど珍しいんですけどまあまあ新しいんでね。はい、放送が11月13日ということでね。はい、昨日14日に買ったんでね。はい、ということでね。はい、あの何でもいいと思いますけどね。はい、めんつゆと卵だけで混ぜるだけ。はい、これに入れてね。はい、ということでね。はい、ケーキモードであのさっきも言いましたけどね。2つだとね7分ぐらいかな。はい、4つだと10分ちょっとぐらいですね。はい、ということでねあの美味しい卵焼きができるということでね。はい、あの女性の方もし見てられたらねあのこんなん知ってるよって言われると思いますけどね。はい、あの圧力釜でもできないことはなさそうなんですけどねちょっとこれ途中で蓋が開けれないんでねあの電源切らないとね。はい、あの圧力釜もあるんですけどね。はい、これね圧力釜ねこれだとねこれもパンのね、パン焼きあるんでねあのできると思うんですけどまあちょっとまた今度やってみようと思いますけどね。はい、時間さえ測っとけば問題ないかなと思います。まあ、熱量が違うんでね。はい、圧力釜の方が多分、時間は早いというふうに思います。はい、こちらはこっちはちょっと古いんですけどね、まあ、ちゃんと使えます。結構丈夫なんでね、はい、IH 炊飯器普通のね、ケーキモードがあるんでね、これであのメニューであのケーキモードを選んでねもう炊飯を押すだけです。はい、こういうことでね、はい、ちょっと卵焼きをね作ってみました。はい、あのもし参考になればねちょっと皆さんね作ってみてください。はい、以上でね動画を終わります。それからここねあの最後に今ねここやってるのはね私のねちょっとあの電気工作室なんですけどね。はい、ちょっとだけね、ぐるっとねぐるっと
電気工作室ちょっとご紹介しておきます。ちょっとあんまりね綺麗になってないんですけどね、はい、ちょっと今物がねいっぱい置いてますけどね、はい、いろいろ置いております。はい、こういうところでね、はい、ちょっと外もね花も飾ってて、はい、こういう環境でね電気の実験もね、はい、道具もこんな感じで、はい、こういう環境で、毎日楽しんでるというかね、遊んでるというかね、はい、エブリデイサンデーなんでね、はい、まあ、アマチュア無線もね、やっているということでね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、これで終わります。ありがとうございました。73、さようなら。